はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。今日はちょっとね、早めにスタートですね。晩酌よりはちょっと早いかなぐらいの時間ですけどもね、やっていきたいと思います。今日もちょっとね、親父向きの地味な感じのね、つまみになっちゃいましたけどもね、よろしくお付き合いいただければと思います。で、今日は砂肝のボイルですね。砂肝こう茹でたやつね、砂肝をちょっとスライスして茹でて、あとネギのっけたやつね。で、これはね、肉豆腐なんですけども、厚揚げでやってみました。今回厚揚げの肉豆腐にしてみました。厚揚げ1個残ってたんでね、美味しいかなと思って、厚揚げの肉豆腐と、あとこれはイカ天ぷらですね。さつま揚げみたいなやつにこうイカが入ってるやつ、よくありますよね、ごぼう天とか野菜天とかね、練り物にこうごぼうとか野菜とか入ってね、さつま揚げみたいになったやつ、あれのイカのバージョンですね。イカ天ぷらですね。今日はね、このかね、3種類のおつまみで、宅飲みやっていきたいと思います。かなりちょっとね、地味めで申し訳ないですけども、じゃあ飲み物どうしようかな。飲み物は今日これ持ってきてるから、これでスタートしようかな。今日は蝶屋さんのね、梅酒のプラキューまだ残ってるんで、これで梅酒にして飲もうかな。これ炭酸ね、炭酸水、まずは炭酸水を先に入れといて、で梅酒ね、よいしょ、このくらいでいいかな。では今日もね、皆さん一緒にお疲れ様でした。今日のしばしばはこんな感じですね。今日は梅酒からスタートです。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。お先にね失礼していただきたいと思います。しばしばで乾杯、いただきます。あ、うまっ。あ、おいしい。じゃあどれから行こうかな。まずは砂肝から行くかな。ね、これね、砂肝ね。もう本当は砂肝をスライスしてボイルするんですけど、ただのお湯じゃなくて、ただの熱湯じゃなくて、本だし、カツオのね、本だしをちょっと入れて、で、だしのお湯でボイルしてます。の方がね、美味しくなると思うんでね。本当にね、砂肝ちょっとこうスライスして、上手にね、スライス、薄くスライスなかなかするの難しいんでね、まあ1個の砂肝を3つぐらいにスライスしてね、でちょっとネギ乗せて、でこれはポン酢にラー油と、あとニンニクのすりおろしが入ってますね。これニンニクのすりおろしね、これで食べると美味しいんで、あ、ちょっとうまく取れるかな。こんな感じですね、砂肝ね。いただきます。酒の魚にぴったりですよね、砂肝。梅酒かな。そしたら次はミニゴロね、ミニゴロ。大ゴロ切らしちゃったんで、ミニゴロちょっと買ってあったんで。
ミニゴロウで、じゃあ普通にレモンハイにして、よいしょ、いただきたいと思います。よいしょ、やっとね、あの足の痛みだいぶあの引いてきて、もう痛みそんなにもうね、痛いってほどではないですね、もう痛風。ただね、あの足のね、親指のところにまだちょっと違和感が残ってて、でちょっとこう、あのある一定以上の角度以上にちょっとね、足の指、親指の指をちょっとこう、ま、曲げたりするとちょっとまだ痛みがあるぐらいかな、うん、でもう来週またね、あのバイク屋さんにね、スクーター取りに行かなきゃいけなくて、預けてあるね、冬場あのトリシティってやつね、トリシティの 125cc ね、なんですけど、あのバイクってあのまあスクーターもそうですけども、止まるときに左足つくんですよ。で私左足痛風やっちゃってたんで、取りにバイク取りに行って、バイクのね重さが足にかかるんで、それまでになんとか痛風痛み引けばいいかなと思ってたんですけども、なんとか取りに行っても大丈夫そうですね、うん。トリシティってね、あの 125cc の割にすっごい重いんですよ。あの164キロぐらいあるのかな、うん、重さがね。でそれにあのエンジンオイルとかガソリンとか満タンにするともう170キロ超えちゃうんですよ、 125cc で。あの前がね、前が二輪なんですよ、前にタイヤ2つついてるんで余計重いんですよ。なんで結構ね、足にねグッとくる時あるんですよ、重さが、うん。なんでちょっと心配だったんですけども、なんとかいけるかな、うん。では次はこの天ぷらね、イカ天ぷらってやつをちょっと食べてみたいと思います。魚焼きグリルでね焼いてきたんですけども、もうすっかり冷めちゃってね、もう準備してるうちにね冷めてっちゃうんですよね、もうどうしたって。もう出来たてすぐに食べればね美味しいんでしょうけどもね、一人で全部準備してるとね。で、あのブログ用に写真撮ったりだとか、動画撮影するのにちょっとこうね、カメラ回したりだとかしながらやってるんでね、まあ、作る時もこういろいろこうね、いっぺんにやるとあのいっぺんにできないんで、一個ずつねまあまあやったりするんで、こういうのとかもね油断するとね、ほら こんな感じでね焦がしちゃうんですよ。これまだいい方ですけどね、このぐらいだったら全然大丈夫なんですけども、もう真っ黒のねカリカリになったりするんでね、こういうの焼いてる時にいろんなことやってたりすると、なんでね油断できないんでね。よいしょ、じゃあお醤油つけていただきます。うん、あ、おいしい。あ、玉ねぎも入ってる、うんうんうん。こういうのも網焼きでね焼きながら食べると美味しいんでしょうけどもね、なかなかね難しくて。では黒霧島持ってきたんで、黒霧島いただこうかな。まあ、薩摩揚げなんでね、この薩摩の、これ薩摩のお酒だよね、薩摩芋、あ、薩摩芋か、宮崎県か、宮崎県になるのか、うーん、まあ芋焼酎なんでね、あ、こっちがいいか。前にも話しましたけどもね、うちの父がね、さつま揚げのことね芋天ぷらって言うんでね、さつま揚げ芋天ぷら買ってきてくれって言われて、
あのうちの父に芋天ぷらって言われると、さつまいもの天ぷらあるじゃないですかね。さつまいもこう1センチぐらいの厚さにこう切ってなんかこう天ぷらにするやつ、揚げるやつ、あれだと思ってね、そのさつまいもの天ぷら買って持ってったらね、違うって言うんですよ。でよくよく話聞いたら、薩摩ね、さつまいもの薩摩さつまいもの薩摩の揚げで天ぷら、だから芋天ぷらって言うんですよ。薩摩揚げのことを、薩摩っていうと芋っていうこうイメージがあるらしくて、で揚げるっていうと天ぷらっていうイメージがあるんで、芋天ぷらって言うんですよわかるかな。薩摩揚げをね、芋天ぷらってね、言うんですよ。なんで最初何言ってるか分かんなかったんですよなんかちょっと説明下手で申し訳ないですけどね、芋焼酎がよく合うね。では七味を用意して、今日の動画も短いな。普通このね、肉豆腐って言ったらまあ普通に絹ごしとか使うんでしょうけどもね、ちょっとね絹揚げ残ってたんで絹揚げでね作ってみました。今回はね、よいしょ、こんな衣がついてるところがいいっすよね。ほら、こういう感じで、ちょっとね、牛肉ね、牛肉と一緒にいただきます。あ、おいしい。この揚げてあるところにおつゆが染みて美味しい。よいしょ、こんな感じでね。炭酸とウイスキーがあるからハイボールも作ろうかな。ホワイトホースね、ホワイトホース。このくらいでいいな。で炭酸水を入れてハイボール、ちょっと薄かったかな、薄くなっちゃったかな、ちょっと足すかな。よいしょ、ではどうしよう、これ食べるか。またね、ちょっとポリッピーねポリッピーちょっとまだ残ってるんでね、ちょっとずつ食べてるんでまだちょっと残ってて、ポリッピー見えるかな、ポリッピー、これね美味しいっすよね。ちょっと食べ過ぎ注意ですけどね、これね。でもあとはね、また他の方の晩酌動画なり見ながら続きなんかね、食べてゆっくり飲んでいきたいと思います、ね、ちょっと今日動画短くなったで思いますけどもね、だらだら長くやっててもしょうがないんでねでは今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集頑張ってね、上げていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。